あ、どうもボビーアトレザーのボビーですね、えー、今日はあ、11月28日かな、えー、88回目ね、末広がりな一日ですね、えー、それではオープニングムービーをどうぞ どうも、えー、ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、今日もですね、えー、大阪のボビー・アトレーザーのアトリエからですね、えー、ライブでお届けしております。ねえー、土曜日、えー、もう大阪はですねさ、あのーまあえー、ちょっと曇り空ですけどね、まあまあ、あのー、この時期はこんな感じかなという感じですね。うんまあまあうんで まあ、えー、<laughs> 語呂合わせもあれ,あれやけどねまあ88っていうことですねまああのそう毎日出しますけどお2020年の挑戦っていうことですねまあ今年本当にいろいろなねことがありました本当に、えとに何ですかもう本当、いろんなことがですね一期一会やなと思ういうことがあーとてもね、えー、多い多く心に、えー 感じるうー毎日ですね、うん、あの何、ー、ていうのあそうやなまあライブでもそうですし、うんまあ、そこでねいろんな人と僕も出会ったしね、うん、コンサートを通じてねでやっぱりそんで、まあ、いつでもまだ「青うぜって言ってもそのままあのーまあ、こういうことになったりとかしてねなかなか会う機会もなかったりとかご無沙汰な方とかね いるんでね、ちょと思います今年は本当に、うん、もう本当に一回一回いろんな人と会う、でも特にもう僕らぐらいの時になってからね会う時がですね、もう本当に別れ、えー、際をね、えー、去り際わというかね出会いと去り際をですね、えー、熱くね、えー、したいなと思ってますね。うん。はい。あ、片田さんあこんにちは。いつもありがとうね。あのー。 まあ、そういう感じでね。今日はまああの土曜日でね。お休みですかね。加藤さんもね。ありがとう。で、まあ、今日はまあ土曜日ということですね。まあ、あのーうん、マイブームな話でもしようかなと思ってますね。うん、ままあ、マイブームっていうかうん。まあ、あのー、今はね。今年になって、やっぱこうマスクを作ったりとかすることになってね。まあ、他のね方とかもつ。まあレーザーでマスクを作る。出れる方もい。 ずっとねいてたんで僕はまあいいかなと思ってました,たんですけどね、うん、僕がやったらどんな形にするかなと思ってででそんな、ね、手掛けたりするようになって、まあ、今ちょうどね完成した、ね、お,お客様にこれを嫁入りする前のね、えー、マスクですね多分、えー、世界で一番ラグジュアリーなマスクじゃないでしょうかねえウミガメのあれですよもう最高級の贅沢マスクですね うん、そうそうそれとですね,、えー、とですねマイブームは今年そういえばあのた,たまにほらあの YouTube とかあるじゃないですかでまああのー、ラジオ代わりにつけたりとかしてるんですけどでそ,そういうところからですね、まあ、履歴じゃないけどなんかこう属性みたいなのが出てくるじゃないですかそれでマイブームなんやろなと思ったら例えばあいろんなそのネットのいろいろね、えー、ショッピングなりなんかザーッと見たりとかするにそんなの履歴じゃないけど まあまあ出てくるもんてあるでしょ。なんかほらあなたにはこれがおすすめ的なあ。あれで見た時にあっクとしては今のマイブームを測る目安になるんかなと思ってありましてね。でねやっぱりこう僕の中ですねこのカメラでしたね。今年ま,あ、まあ毎日使ってるものなんですけどね。まあこれ、えー、ブログとか作品撮影でね、まあ、カメラっていうのはもう毎日使ってるものなんですけど。 でやっぱりこうカメラのいろんなことを、ね、調べたりしてるんでしょうね、うん、あの大会、YouTube の動画でおすすめみたいなのも、大体カメラの、別にチャンネル登録してるのもないのにあの <laughs>、えー、マクロレンズはの撮影の仕方とかね、うん、あのズームレンズのお,おすすめはとか <laughs>。 い <laughs> いっぱ出てきます、ねでまあこの富士の富士フ,フィルムを使ってるんで富士フ,フ,フィルム関連のお開発のものだったりとかね <laughs> いろいろあってねまああのー、あと一時期はだから、うん、今はさもうそれなんですよねちょっと前まではね本田宗一郎さんねとかねホンダで別にホンダの車に乗ったりはあしてないんですけど。 あのほ本田宗一郎さんとか、まあまあ、創業者の方ねあのやっぱこう大きなあの会社のねそういう方のやっぱこう自伝を見たりと、まあえー、昔で言うたら何て言うのこれ、えー、あの関口郎さんがあのや、えー、だから司会で日曜日の晩にやってた番組なえー、っとね何やったっけ「今どアスれ」したぞ。 えー、ちょっと待って、ね、な何か調べてみようかあそうや知ってるつもり <laughs> とかのねあの GU チューブで上がったりするんでねいろいろそんなの関連でなんか上がってくるんでしょうねで今その中で今僕が熱いのはですね、えーえー、杉原千船さん千船千船さんいうんかな、うん、杉原千船さんがですね、えー、マイブームの何でしょうね うん、ちょうどアマゾンプライムも映画とかもちょっと最近ご無さだったんで久しぶりにアマゾンプライムもなんかつけとくかなと思ってあのー、これ iPhone でですねいろいろなんかこうあるじゃないですか あの見れるプライムで見れるっていうこのアマゾンプライムも何の興味なかったんやけどあの何年か45年前かなあの僕のねあの兄貴分でもありますあのドラマーのね今年35周年かなデビューの,あの,れあのアンセムのですねマッド大内さん,んですねドラマーのね。マッドさんか と話した時にプ、うん、んですかって聞いて「いいよこれ」って言って「あの絶対いいよいろいろ見れるしっあの」っていろいろあってそっからですねやっぱりこうねあの <laughs>、まあ、後輩としてはですね弟 <laughs> としてはですね, <laughs> です,ねなんかすぐやっぱりこうね影響を受けるんで, <laughs> で、えー、そっからですねアマゾンプライムの入会は手続きはしたんですけどね うんまあ、えば最近はマイブームありますよねね、えー、杉原ささんの調べてください, <laughs> ごくださいちょうどあのそのアマゾンプライムであの唐沢俊明さんかなが主演されてる、ね、映画がちょうどお今プライムで上がってて、えー、この名前聞いたことあるなと思ってそういえば。あの 知ってるつもりで見てえらい感動したなっていう,う方やってねでそれが杉原千船さんねあの第二次世界大戦の頃にですね、えー、たくさんの命を救って、まああのシンドラーのリストをやったっけそれの日本人版ですよね、うん、なんかすごく心が熱くなりましたね。 はいまあ、そんな話はねどう、まあ、そういうね今日土曜日はどうでもいいようなあ、ね、緩い話ばかりしてますけどね。であとマイブームなんはですね僕がレザーでね、えー、こういろんなもん毎日作ってるでしょ。でやっぱりこうエキゾチックレザーって言ってね、あのー、ワニとかあ、えー、トカゲとかもろもろねそういうあの風変わりなあの特徴的なねあのー、もう 癖ののの強強い、い悪悪ある、悪の強い言うかな癖が強いんじゃっていうような感じのねがまあどんどんやっぱこうなんか縁があるんでしょうね <laughs> で、まあ、それを、まあ、あの作品として、えー、まあうまいことうまいことっていうかう僕なりに、えー、昇華させてデザインにねでまあそれを作品として、えーね、それを発表してまあ とかあ、ね、おあのこれをご覧の方にですねお届けしたりしてるわけなんです、ねえー、そんねそういうふうな中でですねちょっとね今、まあまあ、作品にはしてないんですけどおちょっと最近ちょっとねマイブームな素材があるんで、えー、ちょっとここ今あの膝の上に置いてるんでね、まあ、ちょっといろいろご覧いただこうかなと思いますね。 これなんていうのこれギ,ラギ,ギラギラっとしたねこれえなんかこう革なんですよこれレザーですよ。ねえあのー、こういうレザーらしからの的な、うん、あとまあまあ,あのこういうね、えーゴ,まあ、ゴールドでも梨地っていうかな、あのー、僕の顔を隠した方が見えるかな、うん、梨地のねとかあとあのこのメタリックな。 ねええー、こういうこういうねメタリックな僕の顔隠したが見えるかな、ね、かホログラムとかねここにまあ、まあのねこれホ,ホログラムですよこれホログラムねホログラム僕の顔隠した分かりやすいかなホログラムねまああのこういうあの柔らかいカーフとかあまあそういうねあのそ素材自体はあの まあ、最高級なんですけどで、まああのー、そういうちょっとねレーザーがちょっと、あのー、最近ちょっと手に入ったんで、まあ、これを使ってですね、えー、立体物をですね、えーまあ、小物ですよねとかあと、あのー、僕とかやったらあの例えば今もこうパッと手の届くところにないんですけどおポ,あのポケットの裏とかにめくった時に、えー、なんかちょっともう普段はあ蛇の皮とかねいろいろ使ってるんですけどね。 あのこういうふうなねレーザーを,を扱って例えばまあ昔言ったらイーストウエストのねレーザージャケットとかやったらあのほらあの隠しポケットあるでしょ人間ポケットねあのここで言うてええ言葉なのかどうかだけどまあまあそういう隠しポケットがあってそこをねちらっとこう見た時にキラッとしたレーザーがねあのぞいたりとかするわけですよ。例えばまあこういういね カッカッパーいうかなこれうんいう皮がねちらっと見えてしてでまあこれだいたいあのー、今もうちょっとこれもね僕はあのー、マニアックねあのなんやねんいう感じだよねでまあだいたいあのー、こういうなんてねあのー、薄くて柔らかくてい、えー、優しい感じなんですけどねあのー、衣装とかのとまあ パンプスってあれじゃないですパパンプス、ねうん、パンププススねでよく使うとかそういうちょっとこうドレッシーなー、うんえー、アイテムですよねレーザーアイテム。何て言うの、ねまあ、ビニールとかあんなんでも、まあ、あるんやろうけどやっぱり深みとか深みがとか。 画面越しでなしに実際にこう見た時の発すのあるあのなんかこう目に,目に届くとか目に届いて心に届くあのなんかち違うわけですね。これでですね何言ったら分かるかな例えばまあレザーローズですねあの花,花びらとかのそういう小物とかね作っても面白いやろうなと思ったりするしね。でまあこれからもまあパーティーシーズンもあるし。 うん、そんな感じでねなんかこういいなんかまあ川の場合やったらこう何て言うの熱を加えてもですね、えー、燃えないんでね、うん、こうちょっと加工僕はちょっとあのたまに火を使う加工があったりするんで、えー、それをですね、えー、熱を使うんでもこういい感じでこう丸みが出たりとかするから思ってねちょっとねあのこの間、えー、ちょっと前に、えー、いろいろ知れてたんですね。で あのー、ちょうどあの昨日あのレーザーをですね <laughs> あの引っ張り出すちょっと用事があったんでもうね何でもこう奥の方にあるものやったら引っ張り出さなあかんのでその時にあのあのまだでこうこれ出てきたんで <laughs> あそうやそやと思ってね、うん、でまあそういう感じで、まあ、僕のマイブームは今そう,そういう。う おしゃれ系なんてうかあのかレザーらしからぬレおものでレだけどもレザーでしかあ再,あの再現できないね、ものづくりというか、うん、それを作ってみたいなと思ってね、うんまうん、なんかこうまるで金属を曲げたかのような <laughs> 不具合におレザーでねでもレザーだったら軽いし、うん、まあ、まあまあ、丈夫やしね。うん でまあそんなことでちょっとね、えー、まあ妄想というかあのいろいろこう想像膨らましながらですね <laughs>、えー、今、まあ、まあ今日はちょっとその話しようかなと思いまして。<laughs> うんまあ。 え今日はですねえそういうマイブームな話をねまあ明日も多分マイブームな話になるかもしれないけどまあ土日はねそういう感じでえねあの緩くお付き合いいただければなと思ってますまあね今日もですねえもう11月のねえ末ですけどね何ていうんですか皆さんもねえこのご覧の皆さんもアーカイブでご覧になる皆さんもですね何ていうのな素晴らしい一日 過ごしていただければなと思いますそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ